どうも皆さん、マグリでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日はですね、久しぶりのねキャンプでございます。キャンプに関してはまた後日出すんですけれども、そうじゃない、今回はですね、最新のスマホである Galaxy S20 Ultra 5G について、ご紹介していきたいと思っております。そうですね、まあ、こういう感じのシャボンが、これまたすごいと、まあ、今見ていただいたように、ちょっとディスプレイがすげえ綺麗と、めちゃくちゃ滑らか。背面見てください。レンズがね3つついてるんですね、まあ、カメラの性能も素晴らしいんですよ。なので私としてはこういう風に使ったらめちゃくちゃ活用できるんじゃないかなっていう一例として、キャンプ中に使ってみて、その素晴らしさを、ね、お届けしていこうというような内容でございます。ぜひ参考になれば幸いでございます。ちょっと見えやすくなりましたね。レンズがこんな感じになりました。これ真っ黒のやつですけどね、ほら分かりますか、このぬるぬる感。このディスプレイについてなんですけど、6.9 インチです。クワッド HD プラスという高い画素数を誇っております。ダイナミックアモレットというギャラクシーの超高精細な、有機 EL を使っておりますと。その有機 EL っていうのはですね、完全な黒を表現できるというね、あのディスプレイでございます。最近いいテレビとかだとね使われてるやつですね、まあ、ではね、レンズについてなんですけども、普通にあの一眼のカメラ使ってて F1.8の、広角でございます。 F1.8 の広角は当然ながら F2.2 の超広角です。 F3.5 の望遠機能もついてるということですね。さらにですね、皆さん、これ100倍ズームです。広角の10倍ズームがまずついてるのが、時点ですごいんですけれども、デジタルの100倍ズームです。その様子をですね、キャンプでお伝えしていきたいわけですよ。で、それだけじゃないです。まあキャンプといえば今日も一泊で行かせていただくので、夜景でございますね。一応、まあ、ざっくりと僕でも分かる程度でちょっとお伝えしたんですけれども、まあ、実際に私がキャンプで使ってみたね、どうなるのかということですよ。私はやっぱカメラ使いになると思うんですよね、どうしても。まあでもこのディスプレイがあるとすごいこう綺麗に見えるんだろうな、動画とか。今のところですが、まだ外は晴れておりますので、一応まあ晴れの時、そしてもしかしたら雨も降るかもしれないみたいな予報があるので、雨の時とか、まあ、いろんな状況下で撮影していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは車載カメラと貸してみたいと思います。今車に先ほどご覧いただいたような感じでね設置しているんですが、揺れとかどうだろう。っていうかめちゃくちゃ綺麗な、お前めちゃくちゃ綺麗な、お前カメラの設定は今一応広角ですね。超広角でまた撮ってみましょうか。めちゃくちゃ綺麗し、めちゃくちゃ広角だな、おい。やばいな。はい、これが広角ってか、まあ普通かな。十分広角だな。はい、超広角です。すごいな。同じ距離感なんですけど、フォームも違いますか。カメラでね、こうやってスワイプして広げるでしょ。ここでね選べるんだけど、その他ってところでスローモーションとかハイパーラプスとかあるんですよね。ここにね、これが超広角で、これが普通で、これがよりって感じですね。ここも縦でやってて、もちろん横でもできるんですね。こうやってね全画面表示もできるの。だからほぼ全部ディスプレイみたいな感じの、マジで綺麗なんですけど。それでは、いろいろ撮りに行きたいと思います。いろいろあるんですよ、被写体がよ。例えば草ね、草生えたっつってね、この状況で、この状態で、写真で、おる広角、ちょっとこう空も入れつつのバシャリでね。皆さん写真だと、いくよ、こうするとね5って出てるよね。100倍。100倍だよ。すげえ顕微鏡で覗いてるみたい。面白い被写体があった、こいつ。おお、こいつこいつこいつ、バシャリちょっと寄ってみるね。うわ、やっぱバシャリ、うわやっぱ普通の5倍ズーム。はい、近くのものもね結構かっこよく撮れます。皆さん寄れば、今普通にね写真撮ってるだけでも、他にもねすごい面白いモードがあるんです。その前に新しい被写体を探しに来たよ。これ木だね、木。まず普通に1枚撮ろうね。ズーム、あーすごいバシャ。ちなみにですね、今動画に変えたんですけど、動画モードだと20倍までは大丈夫です。ほら、うわーすごいな、これ。ちょっと1枚いただくよ。すごい楽しい。はい、ちょっと木に寄ってみる。超広角で木で撮る。下、こう下、下気味でこう、いやめちゃくちゃかっこいいんだけど。あとね、ご覧ください、これシングルテイクっていうのがあるんですよ。ちょっと見てほしいんだけど、いくよ。
これ今ね、貴重な時間を撮影しましょうって感じですね。こうやってこう動かします、動かします。撮影すればするほど貴重な時間を捉えることができます。今撮ってます。あ、終わった。シングルテイクを見に行くと、これ自動でベストなやつを AI でねやってくれるんだよね。なんかこういうのとかね、なんかパノラマチックなとこ、これでもめちゃめちゃかっこいいでしょ、ね、ほらほら、ちょっとこうフィルターがかったようなやつとか、これね、ギャラクシーなんとリア動画サイズ 8K っていうのが存在します。 8K ですよ。 4K も選択することができます。ここは 4K ですね。 8K の場合は、全画面表示ができないような状況ですね。じゃあ私これで今撮っていきますね、いろんなところを。レディーゴー、行ってまいります。さあ、これが 8K の映像だ。さあ、テントの入り口をズームしてみて、編集でちょっとズームしてみるが、どんな感じなんでしょうね、8K って。あっちに薪がある。おいおい、焚き火やる気なんじゃないの。焚き火もこの後しっかり撮りますからね。私はこのテントをね立てて、こうタープのこう紐がまたがっているような設営方法を今日はやらせていただいております。カメラはこのような状態になっております。 8K で空を撮ってみましょう。やだ、早く編集して改めまして、私もちょっとここで確認してみたいと思います。やっぱめちゃくちゃ綺麗。ズームしてズームしてみてんだけど、こんな感じで今ズームして確認することができるので、ほらズームして確認することで、こうやってめっちゃ見えるやん、綺麗に。このシングルテイクで私がお菓子を食べているところを撮りたいと思います。シングルテイクのインカメラでね、激しく動いてみましょうね。せーの、うん、おいしい。すごいフラットアングルを試しましょう。おいしい。今日はスパイクも来てるぞ。ほら見て、これとか見てよ、ほら何これ。これ焚き火です、皆さん、焚き火の時間だ。ギャラちゃん登場でます。この炎をギャラちゃんでいい感じに撮ろうではありませんかと。まあ、とりあえずシングルテイクいっときませんか。スターティングオーバー、いろんな角度で撮っていきたいと思います。少し違ったアングルで、少し下から撮る、こっち側から撮ってみる、そしてこっち側からも撮ってみる。おしゃれだだだだだだ、11カットもあるぞ。ほら、やっべ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 、うわ、これすごくかっこいいんじゃない。でね、このねシングルテイクでね、1個こう見て、王冠ついてるの分かる、ここ、これがベストショットだよみたいなのも一応こう提示してくれてるんですよね。スローモーションに来いよ。ちょっと寄ってね、撮ってみますね。いきます、録画中。ちょっと再生してみよう。うわうわ、かっけー。やなちゃんね、今指さしてとこ分かりますか。あそこをですね100倍でどんな感じに見えるのかっていうのを、私ね、ズームした、写真、ズームする前の写真ちょっと撮りますからね、ちょっと見ててね。撮ります、バシャリ。これズーム前、はい、これが5倍ズームいくよ、はい、これ100倍、はい、これ100倍。なんか葉っぱの形が分かったよね。ね、シングルテイクめっちゃいいよ。地味にいいショットがあったっていうね。え、こんな瞬間あったこんな瞬間あった、さっきのあのはしゃぎっぷりでさ。手ぶれ補正ついてんじゃないですか。フル HD のサイズでちょっと撮っていきたいと思います。走りましょう、行くよ、行きます。一応手でぶれないようにしてはいますが、ちょっとあえて一緒に体の揺れと揺れてみます。上を向く、上を向いたり、下を取ったり。おじさんが走っております。焚き火が見えてる。よいしょ、あれあんまり、でもやっぱブレてないね。夜でございます、皆さんご覧ください。なんとナイトモードでございます。ちょっと撮ってみますね。うわナイトモードやっべ。ちょっと全体像撮ってくるね。こちらのね、もう今お見せできないけれども、暗くてね、テントの全体像撮ってくるわ。うわ、大
多少暗くなっても何ら問題ない。この場所の夜景をしっかり収めたいと思う。撮ったよ。ちょっと待って、うわレベルが違う。レベチちゃんと芝生の緑も左下ではキャンプやってる、他にキャンプやってる方で、光があるところがやっぱりめちゃくちゃ明るくなってて、周りの色とかをきっちり認識してるんだ。この暗さでこの色を認識するって言ってどういう能力なんですか。じゃあそろそろ私寝ますね。よいしょ、ほいほいしょ、ほいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、帰ってまいりました。久しぶりのキャンプだったのでね、かなり楽しませていただきました。ちゅうかギャラちゃんがすごいわ。本日のベストシャッターたくさん撮ったのよ。やっぱりさ、シングルテイクで撮ってるやつとかもいいし、スローモーションもいいな。本日のベストショットをじゃあ決めていくかな。これだ。いや、まあ、まだまだ終わらない終わらない。皆さんスマホお使いになってると思いますが、バッテリーの持ちどうですか。昨日の朝から写真や動画撮り倒し、結果ご覧ください。ダーン、なんともう全然減っておりません。69% 利用可能で、残りがね 69% ですよ。バッテリーの容量なんですが、5000mAh です。モバイルバッテリーじゃないですよ、こいつ本体の、電池容量が、5000mAh です。いや、まあバッテリーもそうなんですけど、写真の機能がもう私の好みです。スローモーションとシングルテイクと、タイムラプスとナイトモードで、まあ、写真と 8K の映像ですね。 8K の映像ですごいね。まあ、全部見ていただいたと思います。スマホのカメラもここまで進化したかということで、私はこういうハイエンド、カメラスマホを初めて触りまして、超感動でございました。今回紹介した Galaxy S20 Ultra 5G を含む Galaxy の対象スマートフォンを購入すると、 YouTube プレミアムが最大4ヶ月無料になるキャンペーンを実施中。さらにですね、他にもですね、この、Galaxy S20 シリーズをね、購入された方へ向けたキャンペーンが、ね、まだあります。なので、詳しくは概要欄、ぜひリンク踏んでみてください。スマホ買い替えで悩んでる皆様、これは買いなら。サンキューギャラちゃん。